あればできる。うわすごいの来た、やばっ、うわうまぎしです。なるほどね、おーおーきれい、なんだマガー来た来た来た、うまぎしだまあ、今の向こう岸に伝わっとる。いや届いてる届いてる。うわ馴染んでます。本当ですか。もう馴染んでます。持ち方いいです、合ってます。いや持ち方もうちゃんと見せてもらって次どこ行くんですか。はい、指令来てます。おお、矢部さんお願いします。ちゃんと僕でいいですか。はい、ジャン。うわ松田スタジアム。え今日何曜日。勝った。今日試合ない日。試合ない。今日試合ない日か。ない日見れない。どうしよう。松田スタジアムの外堀を見に行くところですか。いやいや、あのちゃんと松田スタジアムには、スタジアムツアーっていうスタジアムの中を見れるツアーがそんなのある。今回はそちらをご用意します。やったー、嬉しい。初めて僕行ったことないんですよ。あ、それはもう楽しめます。もうすごい、めっちゃ楽しめます。すごいスタジアム、もっとカープの選手がいて最高の大これ。待ってください、これ、スタジアムツアー誰かが案内してくれる。ガイドさんがいい、俺らが一番ガイドできるから。間違いですよね。間違いない。ということでどこまで入れんだろう。マツダスタジアムまで行きましょう。はい、それではレッツ出発。みんな大好きベースボールパークのマツダスタジアム、初めて訪れるという元高校球児の高岸さん、ワクワクドキドキ楽しみ楽しみ。うわよいしょ、すごいでかいな。カープの本拠地、やっぱこれを見るとちょっと気持ちなんかこう思い出します、ね、応援、あ、はい、やっぱそういうもんなんだ。近くに来ると、まあ、当たり前の風景ではあったんですけど、うん、まあやっぱり改めて来ると、うん、あ、すごいところでプレーしてたんだなっていう、うん、こんにちは。こんにちは。こんにちは。ツアーがあるっていうのを聞いて、はい、どういったツアーなんですか。今日はですね、普段80分で回るベーシックコースっていう初心者の方が回るコースと、80分のバックヤードっていう一塁側のカープの選手が過ごすエリアをミックスして、私なりにやればできるかな。もちろん特別コース、だから普段は絶対行けないところに高木さんを一緒に行って。もちろんです。やった、ありがとうございます。アベレン特別ツアー、まず向かったのは、では今からライトのグラウンドに入っていこうと思います。ライトのグラウンド、はい、ライト方面からグラウンドに入っていきます。グラウンド入るんですか。はい、グラウンドいいんですか。そう、もちろんですよ。はい、どうぞどうぞ来てください。どうしようかな。いや、行きましょう行きましょう。それは行きましょう。即答で行くでしょ。うわー、すごい。うわー、ここもすごいな、この席。メジャーリーグの球場っぽい。そうなんですよ。うおーどうぞ。選手どうぞ。今のやつ、あの、あれかな。うわー、いいの。昨日まで試合やってたんですよ、これ。ねえ、すごいよ。うわー、すごいうわー、芝生入っていいの、すごい。どうですか、気持ちは。気持ちどうですか。気持ちいい。ここ音の響きすごい。そうですよね。芝が綺麗。ね、いい整備していますね。いいな、やっぱり。うわあ、いい匂い。このナイトでだから鈴木選手とかも守ってたと思う。ねえ、当時ね。いや、大丈夫ですか、キャッチボールこんなとこして。本当にいろいろ大丈夫ですか。オッケー、マジで。はい、お願いします。オレンジで、ね、ありがとうございます。お願いします。え、すごくね、これ。マジで、このお二方とキャッチボールできるの。いや、すごいすごい、めっちゃ嬉しい。でもこれは三角形でやります。三角形、はい、うわ、ナイスボール。早っ。うわ、ナイスボール。ああ、ありがとう。よいしょ。高吉ごめんな、ライト荒らして。盛り上がってるか、広島。クッションボールとかいいのかな。確認する。やってみます。クッションボールいいんですか。クッションボール確認する。クッションボール OK ですか、ライトの。マニアック。OK。
加減打って、はい、どうだ、おお、それが来て、それが来て、来る来る来る、結構強いな。これどっかの島のとこまでだったらいいんですか、向こう内野の土付近までは歩いてもいい。え、だから土に入らなければいいんですか。菊池さんが、菊池選手が守ってるところは行っていいってこと。芝生のゲルになかった。うわ、え、阿部さん、ちなみに菊池さんどの辺守るんですか。菊は確かに、菊は本当バッタリーと全然違うけど、ほとんど際におる。際、菊はほとんど際にいます。菊はこんなとこ、こんなで守ってますから。はあ、この間も水曜日からこの辺なんかこうやって誰かのゴルフを取って、この辺で取ってましたね。へいって言って、バーンと、だいぶ深い、だいぶ深いです。うわ、俺も無理だ。こう来ただけでちょっとなんかちびりそうな、ね、イメージが。お三方どうですか、満足いただけましたか。もうちょっといい、まだあるんです。ただまだ続いて、まだ他のコースがありますのでね、ご案内します。これ以上あるの。あります。そうだ、あのツアーで来てたんですね。選手として、はい、いや普通に楽しみで。普段は、普段は入れないんですよ。普段はここは入れません。もうあの芝生はダメって言ってます。はい、特別です。今日はでは今から一塁側カープの選手が入るベンチ、ベンチいいんですか。はい、うわバーチ、そういうことです。そういうことです。でこう試合見てる選手もいるじゃないですか、はい、で後ろで僕が現役時代は打たれてベンチに座ってこうなってた。でちょっと時間経って上がってきて、みんなと座れないからこの辺でこうやってちょっと野球見て応援するみたいな。遠慮して、そう遠慮して。ちょっとせっかくなんで、新井監督、藤井ヘッド、菊池原コーチで、あの位置に行きましょう。首脳陣席、新井監督はいつも真ん中ここです。藤井ヘッド左側です。藤井ヘッドはなんかこの辺でこう、はい、あ、いいです、はい、ありがとうございます、うん。キキさんは監督と喋りながらこうやってモニター見てるみたいな、あのモニターを、モニターを見てブルペンで作ってるんで、そういうことか。誰と誰誰がっていうのを多分監督に伝えて、これ近すぎません？めちゃ違う。ファールボール来ますから。ファールボール来ますよね。来ます来ます。新井さん大丈夫か、ここ一番近いところで、うん、なんかやっぱなんかちょっとこう避けれますね。え、こんな近かった。こんな近いですよ、ね、マジで。あ、ほんまや、近い。迫力がこう外野席あるから、うん、逆になんか狭く近く感じますね。この球場ちょっと狭く感じますよね。なんか上から的にはね、うん、おー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 、不思議だな、いろんな角度で、うん、なんか表情が何十通りもありますね。ここから見るとまた広く感じる。全然ベンチからと違いますね。やればできる、やればできる。いきます、はい、チーズ。グラウンドとベンチを満喫した後も驚きの場所へご案内よ。それでは今から一塁側、はい、カープのピッチャーがあの肩を作るブルペンに案内します。ブルペンもいけるんですか、はい、仕上げます。つまり込み、ここはもう選手がみんな、これ食堂なんで。あ、そうだ、この皆さん選手の方々が食べるところ、うん、はい、では今から一塁側ブルペンにご案内します。段差があるので気をつけてください。うおーかっこいい。うわー、すごい綺麗だな。これですよ。でこれをね、ピッチャー並べるよね、試合中は。試合中この椅子を並べて、ここにモニター見ながら、試合の状況を中継ぎ陣、リリーフ陣で確認するってこと。ああ、こうだ言いながら準備をするっていう、どういう会話が多かったんですか。次誰が行くかなとかって、やっぱピッチャーが話し合ったりとか、俺かなこの展開だったら誰かなとかって言って、あそこに電話があるんですけど、あそこがプルルルルになって、そしたらみんなキュッとだね、シンってなります。で投手コーチがって見てきて、目があった投手が、あ、俺かみたいなで、ちょっと準備をしだすみたいな、はい、コーチにできたって言われて、できましたって言って、レン OK です、できましたって言ったら、行くよって言ってチェンジになって、行くときにバーって拍手する。みんなで、はい、じゃあレンさんお願いします。何を、え、しっかりこちらの方で投球練習お願いします。え、投げる、え、投げる、はい、見たい、見たい、ブルペンに、はい、見たい見たい、もう、ここは高岸さんじゃなくて、いやいや、これも高岸さんも投げる、その後、その後です。普段も入れる、え、すごい、普段は入れないです。いや嬉しい、すみません、よろしくお願いします。嬉しい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 、ピッチャーの差がですね、それは。まずこの辺からいく、はい、おー、うわ嬉しい。僕は作る、もう1球目から
強い。結構強めに投げてました。それはもう意図的に。意図的ですね。おー、ナイスボール。早く作んないとっていう。そうですね、できるのが早かったし、コーチにとってできる方が早いピッチャーの方が多分使いやすいなと思って。信頼が置けますもんね。うわ強い、やっぱ違うなNPB の球やっぱり違うぞ。おー強い。ピッチャーによっても多分使う場所があるんで、誰々さん用っていうの、そこは考えながら、ピッチャー陣で考えながら。でも僕が現役の時は真ん中を使わせてもらった。僕は5、6球でいけるように。早い、すいません、ピッチャー交代でお願いしますいいんですか。元高校球児で現在も BC リーグの現役投手として活躍する高岸さん、まずはご挨拶。セジュース挨拶なのか何か分からんな、もう。うわ、プレート端使うタイプなんですね。僕は基本そうですね。でもこっちが多いんですけども、ちょっとずつ今。なるほど。あまりこう汚さないように。なるほど。中田さんのところ。うわ、はい、へい、うわ、いい球ですよ。マジ、へい。これはマツダスタジアムの始球式も決まったんじゃないですかそうですね、もう準備の仕方は分かったんで ね、 そうですね。どこで準備すればいいかは。じゃあラストいきます。ラスト、はい、よっしゃー、ナイスボール。ナイスボール。高橋さん、使い終わった後なんで整備していきましょうか。そうですね、整備しましょう。よし、いいですよ。しっかり整備もして。じゃあありがとうございました。またよろしくお願いしますだけちょっと挨拶だけ、はい、分かりました。ちょっとやってもらう。はい。よし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 。何言ってるか分からん。済美高校。済美高校。何言ってるか。感謝の気持ち伝えられてますか。全力で。何て言ったんですか。ありがとうございました。またよろしくお願いします。ちゃんとこう心込めて。はい。ありがとうございました。よしよしよし。分かるわ。でも野球部阿部さんあんなノリっすよ。ノリ。何言ってるか分からん。何言ってるか分からん。もう。はい。それでは今から第3会見室に案内させていただきます。はい、お願いします。会見室ということは契約更改的の。そうです。おお、どうぞあれ意外にすごいすごいチームのこれです、これです。これよく見ますよね、この風景をで、席がブワーッとなるんですか。これ記者さん引退とかの。あ、この辺、ここで、ここであります、ここであります。今年引退した野村投手の引退会見が行われた場所。今シーズン限りで、現役を引退することを決めました。なんかある。こちらツアー用に、ね、用意させていただいてまして、選手の皆様からお預かりしているものを。すげえ。ツアーの参加の方に見ていただいたり、実際身につけていただいたり。あ、見てらっしゃるんですよね。言っていただいたことそうや、そうや、そうや、言ってた。森さんに顔が似てるということなので、はい、コメントお願いしますって。なんじゃその軽いの。森さんに応援のメッセージを。結構大きいですね、やっぱり。どうですか。伊達とじだ。伊達とじ。伊達とじだ。すごい。確かにこうね。あ、似てる、似てる、似てる。似てる投げ方、似てる。僕もはめさせてもらう。あ、これ、あ、相沢さん、お前さん、アツさんの。あ、これあれですね、コッペパンみたいなグローブですね。はいはい、やばいはいやばい、お前知らんよお前。アツさん、アベレンゲストで待ってます。よろしくお願いします。来るかそんなことで。アツさん言ってましたから。言っとった。はい、僕は何度でも何回でも言いますよ。アツさんがアベレンのゲストで来るって言ってたんで、アツさん来ますよね。待ってますからね。じゃあせっかくこういう場があるんで、ええ、疑似記者会見しますか。おお、そういう景色ですね。うわ、高岸さん。はい。そんな元気よく？そんな元気よく？高岸、広島入ります。ドラフト1位で選ばれましたけど、はい、今の気持ちを教えてください。みんな一人一人がドラフト1位だ最後にちょっとこのプロ野球選手でこの目標は達成したいという数字はありますか。そうですね、目標は全球団優勝です。平和やな。こぶるこぶるこぶるよ、こぶり上げる。もう好きなお言葉とかありますか。好きなお言葉ですか、はい、やればできるやっとるやっとるやっとるやってるやっとるよ。うわ、やってるやってる。みんなノックトップ。さすが、おお、よかった、伝わった。あー、はい。おお、こうありますか。これをキャッチャーに入れてください。えー、いや、
てオーサー、ここまで読む、ここまで読む、ここから振ればいい。ピースガールズならやればできる。アベレンをご覧いただきありがとうございます。チャンネル登録高評価よろしくお願いします。何やすんこれ、ごめんなさい、何やすんこれ、これでアベレン